韓流スターとして人気を博し、ドラマ、特許日から君がくれた愛しい日々からで話題を集めた俳優イドンウクが、2018ぴょんちゃん冬季オリンピックの広報大使として活動する。ぴょんちゃん冬季オリンピック組織委員会は12日、関温度と共にこの日午前、 ソウルプレスセンターにて俳優イドンウクをピョンチャン冬季オリンピック広報大使とカンウオンド広報大使に任命したと明かした。広報大使となったイドンウクは今後、ピョンチャン冬季オリンピック広報のために進行される国内外の主要イベントやオンライン広報、広告などの事業に参加する予定だ。